じゃーん。はい。こんばんは。明けましておめでとうございます。大変遅くなりましたが、Hi guys, everyone, Happy New Year。2009年です。ですね、私のおばあちゃん家が群馬なんですけれども、おばあちゃん家行ってきて、群馬の高崎のだるまを買ってきました。じゃーん。だるまに目玉を今日は描きたいと思います。ちょっと開けますね。だるま、だるま。吉田だるま。見えるかな。じゃーん。いやー、買っちゃった。ピカピカです。鶴と亀、服入る、服入り、いいっすね。かなり安全です。まあいいや。買った時にこれを後ろにつけてくださいって言われたので貼ってみます。開運だるま大使、合ってるかな。貼ります。まだなぁ、まん丸だ。こんな感じでいいのかな。こんな、あ、やべ。取れた。目玉を描きます。願いは、今年も仕事がちゃんとうまくいきますように描きます。何やって描くか。これで書けっかな。超プルプル震えます。怖い目。じゃーん、こんな感じかな。もっとでかくていいのかな。もうちょっと大きいか。それで仕事がうまくいきますように、そしてみんなにも幸せがいきますように。よいしょよいしょ。あ、なんかペンがかすれてます。乾燥してるからかな。じゃん、だるまさんです。ということで、本年もよろしくお願いいたします。では、またにー。バイバイ。あ、ジャンクフード。下仁田ネギ、群馬産の下仁田ネギのバカ分けがあったので、後でまた紹介します。じゃあにー。バイバイ。開運だるま大使。